はい、今日紹介するのは、まあ、こちらですね、バブアーのビデール紹介したいと思います。もう言わずと知れたブランドでね、みんな知ってる人も多いと思いますけど、まあ、改めてですね、バブアーで、まあ、この代名詞ともいうこのワックスコットンを使った、ビデールです。コーディロイのエリクとかね、まあ、もう有名なデザインです。でこうコットン地にこうワックスをこう染み込ませて撥水効果を、作りましたよっていうのがこの、まあ、伝統あるブランドの特徴のこの生地です。でまあなんていうかな、まあ、天然素材なんで、こうワックス自体はもう揮発してくるんですけど、それをまたさらにこう塗り込んでって、まあ、その風合いを 長い時間をかけて楽しみましょうねっていうような、まあこの洋服の楽しみ方ができる、まあすごくこう男受けする商品です。商品というか、まあ洋服です。で、まあ、ナクールでは、まあ、ちょっとそのちょっとなんていうかな、こうコーディネートがこう土っぽくなる場合も多いし、着る人が着ちゃうとすごくこうなんていうかな、うん、よく着こなし難しいんですよ。いや、みんなが似合うような感じではない洋服なんですけど、そのナクールらしくちょっとこう清潔感のあるちょっとおしゃれ見えするような雰囲気でのコーディネートをちょっと紹介していきたいなと思うので、その辺はね、ブログで、見てもらうといいかなと思います。まあ、とにかくこう清潔感を持ってね、着てほしいなというのが、まあ、ナクールスタイルですね。まあ、バブアー、着てみてください。もう僕ぐらいの世代になったんですね。もうこう買ってもう一生着倒してやるぞと、いうような気持ちで5万円出してもらうといいと思います。おすすめのバブアービデール、セージとブラックでやってますね。おすすめ。